はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、食後は血圧が高くなるのは本当かという話なんですけどね、一般的にですね、食事をすると消化吸収によって心臓から送り出される血液の量、心拍質量っていうんですけども、それがね増えるので血圧は上がると言われております。僕も経験があるんですけどもね、食事をしてすぐに病院に来たから血圧が高くなっているという人がいます。これにはね、個人差があると思いながらもね、ずっと気になってたんですよ、僕もね。そもそもね、血圧というのはですね、自分の意思ではコントロールできない自律神経に支配されています。自律神経にはですね、交感神経と副交感神経のね2種類がありまして、両者はね、その促進とね抑制という、血行関係にあります。で、交感神経が優位になると体はね、興奮状態になって血圧が上昇して、心拍数も上がって、心拍数も上がりですね、その胃はね弛緩して、弛緩っていうのはですね、緩んだりたるんだりっていう意味なんですけども、緩んだりたるんだりして、消化管の前動運動ね、こうウニュウニュウっていうこのミミズみたいなね運動をね抑えてしまいます。これとは逆にですね、副交感神経が優位になるとですね、体がリラックス状態になって血圧が下がりますので、心拍数も落ち着いて、胃はね収縮して、消化管っていうのは前動運動で、ミミズみたいなウニュンウニュンっていう運動をね、促します。実はね、これにはね、こんなことに関係してくるんですけどもね、食べた後の体っていうのはね、軽い脱水状態になっているんですよ。なぜならばですね、これはね、その血液の一部っていうのが胃に取られてしまっているためなんですよ。食後は消化吸収のために血液がね、消化管の近くにこうギュッと集まってきます。で、胃の中ではね、食べたものをですよ、攪拌するために、かき混ぜるためにですね、必要なね胃液を分泌していますけども、胃液っていうのはね、血液中の水分からね作られておるわけなんですよ。つまりですね、胃液に使われてる分だけですね、その血液中の水分が少なくなるわけなんです。でも大体それがね、 700cc の水分が使われています。で、この 700cc という数字というのはですね、人工透析中のねモニターからね割り出されたみたいなんです。で、昔はその、どの病院でも透析中にね食事を出してたみたいなんですよ。するとね、その若い患者さんにはね、ほとんど影響はありませんでしたけども、高齢の患者さんがね、食事をしながらね、透析をしているとですね、血圧がね、極端に下がるなどね、不安定になることがよくあったようなんです。とか、透析中はね、その除水をしていくので、だんだん血液はね、濃くなっていくんです。で、そこでどこまで濃縮したら血圧が下がってしまうのか、このモニターで調べたところですね、その食後は除水していないのにもかかわらず血液が濃縮されていることが分かりました。で、食事によってね、胃液が分泌されるとですね、その分の血液が取られて濃くなってしまうわけなんですよ。で、その値っていうのが 700cc ほどなの で、これはどこの病院でもほぼ同じぐらいの量になることが常識のようなんです。で、したがってで、食後は血圧が上がるというのは間違いのようです。高血圧の人でもね、そう、一時的にね 20-30 ぐらいは血圧が下がります。で、そのためにね、その食事をした後に席を立つとね、こうめまいやね、立ちくらみでフラフラって起こしてね、すごい危ない状態の人がねいるほどなんですよ。で、これはね、単純に急激に血圧が下がったためなんですよ。このような状態をね、医学的にはですね、食後低血圧と言います。で、一般的に食後低血圧っていうのはですね、自律神経の機能が低下しやすい高齢者に多く見られますけども、高血圧や糖尿病に伴う神経障害、パーキンソン病などの人にもね起こりやすいのでね、これは要注意です。ですからね、食後すぐにね入浴することもね避けた方がいいでしょうね。
ご飯食べたらね動かれへんわって言ってボーッとする時あるじゃないですか。あれはねもうしゃあないんですよ。血圧下がってるからね、動けない状態なんでボーッとしてるのはねもうしゃあないんです。でそんな状態でね、そのすでに血圧が下がり気味のところでですよ、入浴するとね、今度複合化神経の働きでね、血管がバッと開いてね、さらに血圧が下がってしまいますからね。で、血圧が下がりすぎることでそのお風呂場で転んだりとか、時にはねその気絶したりすることもありますのでね、湯船にこう使っていたらね、こう溺れて命を落とす危険性もあります。なのでこれらのことからよって、食後に血圧が上がるのは嘘でございます。まとめますと、食後は誰でも血圧が下がります。すぐに運動をしたり入浴したりせずに、しばらくは消化吸収の時間と思って、ゆっくりくつろぎましょう。血圧を測る場合にはですね、食後 4,50 分経ってからがベストです。高血圧の人はね、その食後の血圧がね下がっているから、改善したとね勘違いしないように注意しましょう。その高血圧の人はね、食後すぐじゃなくてね、食後40分50分ぐらい経ってからね測ったらね、やっぱり一緒やんけってね思い知らされると思うんでね、そこはね、心 の、状態をね穏やかに保っておいてください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。